プレゼント企画やってます。どうもどうぞるです。はい、ということで本日もこちらクラッシュオブクランやっていきたいと思います。さあ、ということで今月残り2日に迫ってまいりました。そして、私のヒーローレベル上がっておりませんやべえやばい、今月ね、グランドオーデンレベル25で、ババキン圧着レベル50まで上げるって宣言したんで、まあ上げます、上げるんですが、もう課金は確定かな、課金確定で、まあどこまで自力で粘れるかと、言ったところだと思うんですけれども、ちょっと言い訳だけさせて、まあ言い訳しながら村を探していきましょうか。次の編成も作って、あ、今日はね、あのボーラー編成でいきます。ボーラーちょっと織り混ぜることによって、こちら今、ボーラーがすごい安くで作れるし、エリクサーじゃないからね、ボーラーはダークエリクサーで作れるので、まあ、そこも含めて、ちょっとエリクサー貯めたいといったところも踏まえて、ボーラー編成で今日は行きたいと思います。で、言い訳タイム突入するんですけれども、いや月末ね、ちょっとやること多すぎるんですよね。月末っていつもね、クラクラも、2ヶ月前ぐらいからかな、目標作っていろいろやってますし、クラロワもね、月末にトロ上げがあるんですよね。で、他のやっぱいろいろ諸々もね、やっぱ月末にいろいろこう仕事とかも入ってくるじゃないですか。忙しかったただの言い訳で草って感じなんですけど、こちら行きましょうかね。いやちょっとな、どうしようかな。ちょ、明日の動画でもで大課金します。多分大課金していくんですけど、まあでも自力でどこまで粘れるかというか、さすがにね、かなりお高くつくと思うので、クラクラかなり細々とやってるのにここで大課金するのはマジでアホ。さあ、といったところでディガー編成なんで参りたいと思います。まずはここ削りつつ、あー、こっち削ればよかったかな。こっち迫撃来ちゃうよな。うわ、最悪だ。こっちは、とりあえず削れないと。こっち削っときたかったですね。まあいいやいいや。で、今回は、あいつがいるんですよ。ボーラーがいるんで、いつもよりディガー少なめなんですが、参りたいと思います。イーグル砲の方から行った方がいいかな。前回ガチで狙うんだって、イーグル砲の方から行った方がよし。それともアーチャークイーン。イーグル砲から行くか。こっちから行きますか。バスター、ババキン、アチャクイ、グランドオーデン、そして、ボーラー、ちょい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 と。ちょっと時間を置いての、さあ、いけディガー。さあ、ディガーたちも入れ込み、さあ、今回レイジがすごいお安くなってるんでね、レイジガンガン使って、さあ、延命しつつ、レイジはもう早めに使っていく。ここで中心部もレイジ、アチャクイたちがっつりそれたな。さあ、頑張ってこのボーラー一体と中心部に入った援軍たちが、オッケー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 、さらに中からボーラーが出てくると。今ボーラーイベント中ですからね、みんなボーラー作りやすい。さらにこれグランドオーデンの特殊能力使ってヒール1残しで帰りましょうかね。多分前回取れたはず。あー、中心部のこのジャイ次第。中心部のあのジャイが頑張って頑張って、中心部のジャイがあいつがインフルのタワー壊してくれたらかなり余裕持って前回取れそうな予感。ここでキーン使ってきますか。頑張れよ頑張れよ。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス、よし、完璧です。レイジがすげえ安いですからね、今あの3000エリクサーぐらいで作れるんで、ヒールの10レイジ10個使ったらヒール1個分なんで、ヒールはなるべく温存して、前回狙っていきたいと思います。オッケー。さあ、エリクサーもだいぶゲットできて、ちょっと今日もね、資源狩りガツガツやっていきたいんですけど、あ、ちょうどこのボーラーあと1回で資源ポーションがゲットできるのか。資源ポーションも今もうフル稼働でございますよ。まあ、昨日からそんな資源量変わってないって気づいた方いるでしょ、いるでしょ。そうなんですあんまりできてないんです。いやー、もうな、ついついいろんなゲームね、やりたいことが多すぎて、ついついいろんなゲームやっちゃうから一個一個が進まないっていうね、もうマルチタスクダメ人間みたいになってるけどまあまあまあ、ゆるくやっていきましょう。まあ、ゆるくやりつつ、一番何が大事かって、やっぱ楽しみながらやることがね、すげえ一番大事だと思うんで、うん。クラクラの、だってさ、私の今のクラクラの動画見てくれたさってる方々って、別にこう、うまいプレイを見に来てるわけでもなく、いつものこの私の、なんかこういう感じをね、楽しみにしてるよって言ってくださる方がすごい多いんで、あ、ブーストしてなかった。多いんで、まあ、それに応えるべくね、今日もダラダラやっていきます。そういえばね、今日初めて、人生で初めてアイドルのライブに行ってきます。というのも、めちゃめちゃアイドルにハマってるってわけではなくて、なんかね、アイドルってすごいらしいんですよね。すごいガラパゴスって言って伝わるかな。
独自の、いろんな文化があるらしくて、で、あのいろいろ外から見たアイドルって今までこうなんていうの、ね、オタゲーとかあるじゃないですか。なんか外から見たアイドルっていうのはあのなんとなくこう私もね外から見てるんですけど、じゃあ実際にこうライブってどんな感じなのとか、なんかすごいね独自の文化がいろいろ発達してるらしくて、しかもアイドルっていう、まあ、ファンビジネスっていうの、その いわゆる YouTuber の、ね、YouTuber も一応そうじゃないですか、分類としては、まあ、インフルエンサーとか YouTuber とか、まあ、いわゆるこうね、人に見てもらってそれを楽しんでもらってこうあれするわけじゃないですか。だからちょっと勉強の意味を込めてなんか、まあ、の勉強になることないかなっていうところでアイドルの、ライブに行ってきます。どうなんでしょうね。でも、まあ、ちょっとやっぱりこう違いますけどね、アイドルと私たち YouTuber は全然違いますけど、ちょっと楽しみです。はい、いやー結構なーこうノリについていけなかったらどうしよう。でも私も結構ねライブは行き慣れてて、そのあの高校生の時とかはすごいパンクロックのねもうバンドを追いかけ回していろんなライブに行ってたんですよ。そのなんていうのライブハウス、いわゆるライブハウスっていうところでもうガンガン頭振りまくってね、あのいろんなバンドにこう追いかけしてたんで、まあ、そういった意味ではねバンドライブハウスとかは慣れてる慣れっこなんですけど、アイドルってなるとまたちょっと客層も違えばね、こう演出とかもなんか違いそうで少しあれですね。あでもアイドルって言ってもいわゆる乃木坂とか AKB とかそういうなんていうの、そのメジャーアイドルじゃなくて地下アイドル地下アイドルの中でもそこそこ有名な、人たちらしいんですけど、そのかなりこう頭振ったりモッシュって言ってダイブって言ってその、人の上に人がバーって乗ったりとか、まあいろいろそのぐちゃぐちゃになるようなそんな、ライブらしいです。さあといったところでここ行きますかね。結構一見タウンホール12で雇っちゃうんですが、インフェルノタワーどっちもレベル2かな、これレベル1か2なんで、まあ、サクッと全開狙っていきたい。イーグルホーム外側にあるしね、参りましょう。もうなんなら欲を言うならアチャクイたち温存したいまであるよね。さあこれでボーラーたち流れないように早めにディガー展開しよう。早めにディガー展開してってこんな感じかな。でレイジレイジとレイジレイジを真ん中でどんどんかけていきますよと。さあここからババキンウォーからのキーンやって、あキーン入ってない、全然キーン入ってないけど、さあヒール2つ使って、まあ、多分これ全開いけるでしょ、この村の強さならいけるでしょってか行ってほしい、行ってほしいぞ。ヒール2つ残しでちょっと様子見ます。キーンはもう使って、いやーヒール1個使った方がいいかな上。いやーでもディガーたちを信じよう、ディガーたちを信ずれば多分大丈夫。てかエリクサー取ってるからワンチャンもう絶対取れなくてもいいや。 77% アチャクイとグランドゴーデンに傷が入るようなら撤退します。まあ、ババキンはもう救えない命ですねババキンあとレベル1個上げないといけないんだけど、多分ババキンはね自力で溜まりそうなんですよね。頑張ればね、頑張れば自力で溜まるんですけど、グランドゴーデンあとレベル4つは絶対溜まらないんで、ガンガン行こうガンガン行こう。 OK かな。ちょっとグランドでダメージ入ってるんで戻りますか。いやでもここまで行ったら行きたい、いつもの私の悪い癖ですね。ここまで行ったら行こうっつって結構アチャクイたち傷ついて回復に時間がかかると。 OK。 さあ48万美味しい、いや美味しいですね。かなりこれでエリクサーゲットできました。さらにゴールドがもうかなり溜まっているんで、ちょっとなゴールドどこ使っていくのがいいかな。クロスボウとかね私見た目好きなんですよね。この見た目でめっちゃかっこよくない？この村が、あのこのクロスボウが置いてある村行きたくないもん。こちらちょっと資源を移して、クロスボウアップするかインフェルノタワーアップするかなんですけど、まあ、インフェルノタワーもでも大事ですね。しかも見てインフェルノタワーダメージがかなり上がるんですよね。一個一個が13上がるんでめちゃんこ上がる気がする。これは 13×5 でしょ、これはだいぶだな。ボムタワーっていう渋い選択もあるけど、いや、その選択はないな。ボムタワーとか迫撃砲とかいろいろあるけど、いや、まあ結局のところ、インフェルノタワーになるのかな、結局ね。結局そうなるんですかね。まあクロスボウかインフェルノタワーでしょうな。まあ、せっかく、まあ、フルフル溜まったんで、クロスボウ行きますわ。クロスボウ行って、あ、しまった！ちょっと待って。大丈夫か、大丈夫か。今ので、あ、よかった、よかった、よかった。今ので検索の費用がなくなるって思ったけど。さあ、次の編成ができつつあって、ヒールがちょっとな、ヒール温存したはいいが、ヒールばっかりになっちゃった。ちょっとレイジ多めでいこう。レイジ多めで作っとこう。レイジ多めで作って、
で次の編成もできたでしょ。ヒーローたちも、回復している。一応援軍申請して援軍もらったら次行きたいと思います。さあゴールドで今クロスボウを着工して、でエリクサーでグランドオーデンがあともうちょっと、グランドオーデンレベル22までいけるんですよね。課金どうしようかな。この右のやつ6000円、6000円か、6000円あったらめっちゃ美味しいもの食いけるよ。悔しい悔しい。まあ自分が悪いんだけど、自分がサボってたのが本当に悪いんだけど、いやーちょっと6000円使いたくねえなー。まあでも使うか。こう6000円で、ただ6000円でこれ2回分なんですよね、グランドオーデン。ただだからあと1回は自力で上げないといけないんで、まあそれぐらいがちょうどいいかな。明日までに、今日これもう1回グランドオーデン、とりあえず着工して、で明日もう1個着工して、で最後に大課金してフィニッシュという感じになりますかね。うん、いや今月はね割とね、前半の15日間はすげえペースよくやってって、前半飛ばしすぎたんだよな。私もう夏休みの宿題とかもそうなんだけど、すぐ溜めちゃうんですよ。で前半飛ばすタイプなんですよね。前半飛ばして、おこのペースだったら余裕ゲスなっつって、余裕でゲスっつって、ちょっと油断して、で結局溜めちゃうパターンなんですよね。もう小さい頃から変わってね、そこは。いやーここな、きっちりやっぱ予定通りできる、予定通りできるってほんとすごいことですよ、ほんと。子供の時って結構こうドズラジとかでもこれ話したんですけど、なんていうの、いろいろ求められるじゃないですか。宿題をちゃんとやりなさいとか、朝早起きしなさいとかね、みんなと一緒にこう行動、ちゃんと集団行動しなさいとか、いろいろ教わるんですけれども、それをきっちりできるってね、すごいことなんで、はい。とダメ人間が申しております。いや本当にそうよ、本当にそう。あと努力するとか、まあ、そういったことってあまり評価されにくい。なんならね、このなんていうの、資本主義の日本は結果主義だ、結果が全てだっていう人もいるけど、私はね努力できるっていうことはすごいことだと思う。まあでも努力してるふりはどれだけでもできますからね。うん、本当に努力するってすごいきついことなんで、努力するできる人はすごいなって思います。何の話だよ。何の話だよってなるんだけど、いやこれは本当に伝えたい。若い人にマジで伝えたい。結構ね、この前ツイッターで、ドズルお前何人生論偉そうに語ってんだっていろいろ、コメントが来たんですけど、いやでもね、自分の若い時に自分に伝えたいことってやっぱ若い人に伝えたくなるじゃないですか。だから私の言ってることは全然全部正しいとは思いませんよ。全部正しいとは思わないんですけど、まあ、そのうちの一つでも二つでもね、参考になっていただけると幸いでございます。本当に。うん。まあ情報ってそんなもんじゃないですか。結構ね、やっぱネットの世界で生きていくには、ネットをでこういろんな情報がたくさんあって、で今からのこう人たちってもちろんネットなしでは生きていけないわけですよ。でそんな中でこうネットの情報って、じゃあどれがこうエビデンスがあって、どれが信じれて、どれが信じれないみたいな、まあ、そういう判断ってやっぱ能力としてつけていくべきだと思うんですよね。嘘認定力とか、いやこれ怪しいなとか、いやこれは結構正しいなみたいな、その情報を吟味するっていう能力はすげえやっぱ現代人にとってね、めちゃめちゃ大事な能力だと思うんですよね。学校では習わないですけどね、学校では基本正しいことしか習わないんで、そのいろんなね、まあ、これは別に詐欺とかそういう話だけではないんですよ。本当にいろんな情報が溢れてる中で、あこの情報は自分にとって有益だなとか、この情報はいらないなとか、この情報は怪しいなとか、この情報めっちゃためになるやんみたいな、まあ、そういったこう情報を吟味する力って本当にね、どこでも教わらないけどすげえ大事な力なんで、皆さんもね、ぜひ気にしてみてください。こういうのって意識すると変わりますからね。さあといったところで、謎の話をしつつ、こちら行きましょうかね。ここはエリクサーもかなりあって、アーチャークイーンもおねんねしているので大チャンス。インフェルノタワーも弱いですね。ここ普通にもうがっつり正面突破でいきますか。削れるとこないかな、ここ。 OK、 ここ OK。これ削っとくと削っとかないでマジで違いますからね、ディガーの進み方が。外に行くか行かないかで、中にディガーがぐっと寄ってくれるんで、ここ削っとくことで参ります。あ、ババキンおねんねしてる。まあいいや、あいつは置いてきた。さあディガーちゃんと出して、速攻で行こう、速攻で。さあヒール一つ、なるべく今回延命していきたいです。あ、延命じゃないわ、ヒール温存していきたいですけどね。でも序盤使うのケチると結局何も得られずに終わるんで、
しかもなんなら今回相手タンホール12だからね。ギガテスラが強い、ギガテスラが強い上にやべえかも。ここでグランドオーデン金やりたいけど、ここで金オッケー。ちゃんとタウンホール殴ってるやつに金やって、さあここもヒール。いやーギガテスラが強いな。ちょっと待って、ギガテスラが思ってる以上にやっぱ強かった。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。あとはアチャクイトシと一緒にいるディガンにもう一個ヒールって全開を狙いましょう。まあ、全開狙う必要があるのかって聞かれるとあんまねえわ、帰ろ。オッケー、 100% 勝利ボーナスももらいましたからね。よしよしよし、今の判断はナイスだった。ヒール1個お得しましたね。いやこういう細かいところがマジで大事だからね。さあグランドオーデンが一応、着工まで集まりました。あとババキンは自力でマジで集めたいから、これ一応ダークエリクサーないもんね。ババキンはやっぱ自力で集めましょう。自力で集めて、こちらあと8万ダークエリクサーか、これだったらなんとかいけると思うんで、今日のちょっと夜とか、まあ、コツコツちょっと本当にやっていきたいと思います。これやっぱりな、有言実行毎月していきたいですよね。今んとこクラクラの目標ってたくさん立ててきたけど、一応達成全部できてるんで、まあ、そういった意味でも、頑張っていきたいと思います。はい、といったところで、じゃあ本日の、動画はよし、ちょっと待って、次の編成作らせて次の編成作って、今日の動画はじゃあこんな感じで終わりたいと思うんですけれども、明日はとりあえず、グランドオーデン1個レベル上がったでしょ。であとちょっとこの、ごめんなさい、6000円パック買わせてください。6000円パック買って、ただグランドオーデン2個レベル上がるぐらいは、あでも時短がないのか、うわ時短ないのか、つらお金相当かかるやんマジ。いやーちょっとどうしよっかな、悩み。これ普通に買ったらどれぐらいですかね。普通に買ったらでも高いんですよね。今書いてないけど、多分相当な額になります。6000円とかじゃ済まないと思うんで、まあ、ちょっと明日考えましょうか。明日の動画でまたね、達成できるようにちょっと調整、しておきたいと思います。もしかしたら明日、課金塾もしくは生放送。まあ、でも生放送ちょっとね、やる時間ないとも、明日クララリーグの公式放送のね、解説をやらせていただくことになっているので、まあ、ちょっと家に帰ってきてからやる時間ないかな。といったところで、まあ、また明日考えましょう。皆さんのね、コメントも参考にしたいと思いますので、どんな課金がいいか。まあ、課金塾が一番、あれかな、リクエスト多いかな。といったところで、またちょっと悩みたいと思います。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。